はい、どうも、靴ひもです。毎度ご視聴いただき、ありがとうございます。ってことでね、チャーハン作りながらね、最近は、思うんです。しみじみな。しじみじゃねえぞ。しみじみな。若いお方様？ヤングマン？羨ましいっすね。スタート。イカ、ちくわ、カニの爪な。ヤングマン羨ましいっすね。なんか最近ね、若い人見るとね、羨ましいと思うんだよね。なんか駆け出し YouTuber 様にもいらっしゃいますよね。春から大学生になる18歳です。動画投稿始めてみました。何にも取り得ないけど YouTube 頑張ります。よろしくみたいな。いや、本当はお若いってのがもう取り柄なんだよな、マジで。イカがすっ飛んだわ。そのね、ういしさ。ういういしさがね、もうそれだけで見たくなる魅力、視聴したくなる魅力だと思うんですけどね、ちょっと本人にはその自覚ないですかね。わかんないんだろうね、自分の魅力というのは自分じゃな。ちょっと待って。納豆と餃子と、これレタスか。なんだ？確かにね、Y 自身も、ヤングな頃ってあったんですよ。ね。意外だと思うんですけど、あったんですよ、ワイにも。ヤングな頃が。確かに僕もね、18歳ですぐらいの頃って、なんのかな、すいません。すいません。自分がヤングな頃って、なんか年上のパイセンとかにさ、なんか、ね、いじられたり、ちょっと小馬鹿にされたりさ、まあ人生経験足んないしさ、いろいろ負けてるから、まあ、そういう意味で、早く大人になりてえよみたいな風に思ってた頃もね、まあ、正直あった。スタート。ナルトとグリーンピースとノリ。正直あったよ。大人になりてえなみたいな。まあ、ヤングな方って結構おっしゃいますよね。早く大人になりたいみたいな。でもね、大人になってみると、いざ自分が大人？なってみるとね、あれ、なんか最近トイレ近くなったなとかね。いや、生え際の工程マジ止まんねえじゃんかよとかね。あと、煮魚うめえとかね。おひたしうめえ、揚げ物は胃もたれするから控えないとなとかな。なんかいろいろ若い頃には知ってたけど、知ってはいたけど、まあ実感はできなかったことがね、今、身をもってな、我が身をもって思い知らされていると。人参、コーン、松茸、そう。まあでもね、まあ5年後、10年後、この動画を Y 自身で、YouTube やってるのってこれ自分自身のためなんで、将来、ね、比較的ヤングだった頃の自分の動画を見返してね、あんなこと言ってたんだな、若い頃の俺は、みたいな。っていう風に、自分で将来見返すための、YouTube 活動なんでね、これは。自分のための YouTube。そう、だから、5年後、10年後に Y 自身がこの動画を見返した時に、2021年の靴ひもこいつ何ちょっと大人気取ったこと言ってんだ、みたいな。草みたいな。なんかそういう風になると思うんで。ちょっとこの動画は、この動画に限らず、これまでの動画はちょっと一生残していきたいんですよね。Y の動画結構、考えとかをね、一人でダラダラ喋ってる、そういうのが多いんでね。これ将来見返した時に、いや、こいつ何言ってんのこいつってなると思うんだよね、自分でな。タケノコ、フカヒレ、餃子。そう。まあでもさ、人生ってさ、こう、今が今までの人生の中で一番年寄りで、それと同時にこれからの人生の中で一番ヤングじゃないですか。もうこれって決まりきったことじゃないですか、絶対じゃん。みんなそうじゃん。まあでも、だから、せっかくさ、ワイは、ね、多くの方がやってない YouTube をやってる身なんでね。まあ、なんか、年取った生え際がとか、なんか、トイレ近いんですけどとか言ってないで、いろんなことに挑戦してね。わい多分一人人生経験少ないと思うんですよ。だからこう、人生初〇〇みたいなね。そういうのを今年はね、企画でたくさんやっていきたいっすね。あ、やべやべやべ。具が全部飛んでった。おい。これチャーハン作るの難しいんだよな。ってことはね、これで5451円はマジ逮捕だわ。ヤングの皆さん、自分自身に自信を持ってな。
うん、あ、でも、ワイはね、ヤングの皆さんにはね、まだまだ、あ、負けませんよ。うん、ってな感じで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。